裏切り者の虫けらがやっと死んだか。虫けらは虫けらでもこのしつこさはゴキブリだったな。木陰になろうとした褒美とは俺にはかっこよくしか見えねえよ。ああ、チャクラってのは二つの世界をつなげる力だ。カカシに会ってくるよ。ここで待ってる。まだ就任したわけじゃないが、祝いのプレゼントを先にやっとくよ。期限付きだが役に立たないものじゃない。分かってるよな。そもそも他国にまで轟かせた自分の有名を忘れちゃいないだ。シャリンガンのカカシって名を。行くぞみんな。じゃない、母さんの意志で重美化したんじゃないぞ。さっきのナルトの攻撃に美獣どもがこうして分離しかかっているんじゃないのか。安定していない。よっしゃ、やったぜ。スサノオ誰だ。え、お前じゃねえのかよ。カカシ先生、オビト、ありがとう。お前も一緒に見ていてくれ。今度こそあいつらを、世界を守る神の力を手裏剣に。神手裏剣、この力、オビタのシャリンガン。それがなんでカカシ先生に。はあ、サスケのようにすげえ。つくよもの忍びたちからチャクラを直接抽出できるこの子宮空間こそ母さんの特別領域。これは俺の後ろもと同じ玉だ。大きさが違いすぎるだろ。それにどんどん大きくなってるぞ。さすがにあれほど大きなものをカムイで飛ばせない。俺たちで世界を救うぞ。お、了解。わらわは不死、どちらか一方が死ねば封印はできぬ。さあ、封印を恐れ、注意力が二分される。途中まで連れて行け、あとは飛ぶ。おい、早い。母さんは力を得たばかり、威力もスピードも段違いになってんのさ。やはり、いい能力だな、オビト。カムイライキン。母さん、まずい、右手が。別空間の中へ逃げるには空間を広げる時間がない。ならやはりどちらもアシュラの転生者。アビ、インドラの転生者にはアマテラスが。それはダメだ。私だっているんだ。同じ女ならバカにしない。よっしゃ、大好きだ。行くぞ、起爆転生。なぜだ。そういや、お前、親離れしたくねえんだったな。貴様、今までずっと影に隠れてコソコソしてたお前のことだって見逃しゃしねえよ。まるで月のようだな。あ、みんな終わったな。封印終了。これでめでたしめでたしだってばよ。そうなのね。
陸道のおじいちゃん、これっては。そうだ、戻ってきたのだ。かつての五影皆で口寄せの術をしてな。と、サスケ、そしてみんな、よくぞ世界を救ってくれた。